ラビとポートモーレスビー、ソロモン諸島の位置関係ラビの戦いは、太平洋戦争中の1942年8月下旬から9月初旬に渡り、東部ニューギニアのミルーンワンラビにおいて、日本軍とオーストラリアアメリカ連合軍との間で行われた戦闘である。連合軍が建設した飛行場に対し、日本軍が 海軍陸戦隊を上陸させて、占領を試みたが敗退した。日本軍は、ニューギニア島南岸の連合軍拠点ポートモーレスビーの攻略を計画したが、35回回戦の結果、海路からの攻略は失敗に終わった。その後、連合軍側は、なおも日本軍の攻略作戦が行われることを警戒し、 ニューギニア東東端の良好な白地であるミルン湾沿岸のラビに紹介拠点を設置することにした。これにはラバウル攻撃のための出撃拠点とする目的もあった。1942年6月下旬にアメリカ軍公兵中隊などが上陸し飛行場の建設を開始した。防衛のためにミルンフォースが編成され8月までに次々と部隊が送り込まれた。 飛行場は2本の滑走路が完成し、さらに1本の建設が進められた。一方の日本軍は、今度は陸路からのボートモレスビー作戦に着手した。ところが、すでに南海支隊の先遣隊がニューギニアに上陸して、戦闘を始めた後の8月4日、海軍の偵察機により、ラビで連合軍の飛行場が発見された。 制空権が奪われることを恐れた日本海軍第8艦隊司令部は陸軍にラビ攻略への協力を打診した。ニューギニアは陸軍の担当地区のはずであったが8月7日にガダルカナル島の戦いが始まってしまった事情もあり陸軍の第17軍司令部は余裕がないとして兵力提供を拒絶した。やむなく海軍独力での攻略に決まり 一騎士大洋陸の成功によりガダルカナル島の戦いにめどがついたと判断された8月21日、ラビ攻略作戦は発令された。当時、第8艦隊司令部では、ラビの連合軍は展開して間もナイフ評2から3個、中隊程度の小兵力と推定し、陸軍部隊に比べて戦力の劣る海軍陸戦隊でも勝賛はあると見ていた。しかし、 実際には、連合軍兵力は2個旅団以上に達していた。連合軍側には、戦車はなく、日本軍の95式系戦車2両は、大きな脅威となった。日本軍の行動図8月24日、攻略部隊は、輸送船、南海丸と、機内丸に乗船し、第18戦隊捕獲地区間5隻特戦艇2隻の、護衛の下で出撃した。戦断は、 ラビの連合軍航空隊に発見されて、空襲を受けたが、損害は警備であった。翌8月25日夜、船団はミルン湾に到着し、抵抗を受けることなく上陸したが、誤って、予定地点から 10km 以上も東にずれた、飛行場から遠い位置への上陸となってしまった。共闘歩の防衛を、スケゴトクと設営隊に任せ。 上陸部隊指揮官の林中佐は、クレゴトを率いて、直ちに飛行場への野襲を実行しようとした。しかしながら、一帯は、小宅地のために、夜明けまでに 1km ほどしか前進できず、飛行場には到達できなかった。野襲支援のために、天竜以下の護衛艦隊が、艦砲射撃を行ったが、効果は確認できなかった。 空襲を避けるため、明け方までに戦団と護衛艦隊は退避した。日本軍の上陸に気がついた、連合軍は8月26日早朝から航空部隊を出撃させて共闘砲を攻撃した。これにより、集積物資は全損し、海上機動用に残された大発も全滅してしまった。日中には、オーストラリア軍は 第7旅団の第61大隊による反撃を行い、日本軍の石膏部隊を撃破したが、30名以上の損害を受けて6時間後には後退した。スケゴ特殊力部隊は、別動隊として8月24日早朝に大発7隻に分譲して、ブナを出撃したが、8月25日に、途中のグッドイナフ島で、下白中に空襲により、 ダイハツがすべて使用不能となってしまい行動することができなくなり通信機も破損したため連絡ができず消息不明になってしまった部隊の所在が分かったのはラビでの戦闘が終了した後の9月9日であった初日の攻撃に失敗した林中佐は8月26日夜にも夜襲を試みたが地理不安内のために今回も飛行場まで到達できなかった 軽順、天竜と駆逐艦2隻が支援砲撃を行うために湾内に突入したが、前線と連絡ができなかったため現地の状況がつかめず、共闘歩から公衛部隊の負傷者を収容して引き上げた。翌8月27日夜の日本軍の攻撃では、戦車隊の活躍により、連合軍の第一戦陣地の突破に成功し、オーストラリア軍第18両団、 第2、10大隊に70名以上の損害を与えた。しかし、建設中の第3カス走路に到達したところで第7旅団、第25大隊他の激しい砲火に迎えられ、クレゴ特は1、3が死傷して後退に追い込まれた。それ以外にも、0度と皮膚病による歩行困難者が続出し、クレゴ特のうち向性に耐える者は100名程度にまで。 減少した。戦車もデ度ドのため行動不能となり放棄された。日本軍はブナ飛行場に航空物体を進出させて支援を行っていたが悪天候に阻まれてほとんど成果を上げることはできなかった。8月28日には戦闘機5機と艦爆8機がラビ攻撃に成功したもののかえって戦闘機5機と艦爆1機を失った。 被害に耐えきれなくなった航空部隊はブナから撤退してしまった。攻防の焦点となった第三滑走路他方、連合軍側も日本軍の激しい攻撃に危機感を抱き、第三滑走路方面へ防衛戦力を集中させると同時に航空部隊をポートモレスビーへ一時避難させた。第三滑走路付近には、 迫撃砲や対空砲による強力な防衛戦が築かれた。日本海軍は現地の苦戦を見て、ラバウルへ到着間もないクレ三徳と横ごとくの一部を増援として派遣することとした。これらは、駆逐艦3隻と小海底3隻に分譲して、軽巡、天竜と駆逐艦2隻の護衛を受け、8月28日にラビエ上陸した。 日本陸軍も青葉死体を増援として送ることを計画したが、ガダルカナルの戦況悪化から、青葉死体戦検隊は、ガダルカナル増援へと任務が変更された。増援部隊と合流した日本軍は、8月30日夜に、全力で野襲を行った。再び第3滑走路付近で激戦となり、日本軍は大損害を受けて退却した。クレゴトクは、 壊滅的打撃を受けて、林中佐以下の幹部も戦死した。後衛となったクレ三徳の第二中隊も全滅した。9月1日、再度の増援として、横ごとくの投入が試みられたが、湾内に有力な連合軍艦隊が在白中との報告を受けて中止された。代わって、駆逐艦、嵐と浜風による攻撃が試みられたが、快適できなかった。 戦闘中のオーストラリア兵日本海軍第8艦隊司令部は海軍独力での作戦続行は不可能と判断し、青橋大主力の到着する9月中旬の構成再開を計画した。そして、それまでの間、共闘法を自給するものとした。しかし、連合軍が第18旅団を中心に反撃を強めたため、日本軍は追い詰められ、9月3日には、 暗号書の処分に至った。指揮の低下も著しく、負傷した矢野中佐は、現地の再選人にもかかわらず補給の駆逐艦に収容されて脱出してしまった。4日には、変わって、再選人となったクレ・徳の副艦も、隊員224名と共に駆逐艦に便乗して、撤退した。日本軍の攻撃で転覆した輸送船、安春うした状況から、 時給は、不可能と判断した第8艦隊司令部は、ついに撤退を決断した。9月5日、収容援護部隊として、横ごと区を乗せた軽巡天竜と小海艇2隻が赴き、生存者の収容を行った。収容漏れがあると見られたため、翌9月6日夜にも、軽巡立田と駆逐艦、嵐が湾内に突入したが、生存者は発見できなかった。 日本艦隊は、オーストラリアの輸送船、アンシュンを撃沈し、陸上への艦砲射撃で十数名を死傷させて、帰還した。当時、湾内には、病院船、マヌンダも在泊中であったが、病院船と判明したために攻撃対象とは、ならなかった。日本軍は生存者の収容が完了したと判断、したが、実際には、若干の取り残された日本兵があり、連合軍は、 数週間かけて総統選を行った。消息不明になっていたスケゴ特殊力部隊の捜索は難航し、グッドイナフ島にいることが判明したのは、部隊からの伝令がカヌーでブナに到着した9月9日であった。翌9月10日に駆逐艦、イソフーとヤヨイが救出に向かったが、途中でヤヨイが連合軍の空爆により沈没し、 つけ特部隊の救出作戦は一時中止になった。9月22日に漂流中のカッターが発見され、これを収容したところ、ヤヨイの生存者が近くの島にいることが判明し、駆逐艦、磯風と、餅月が現地に向かった。9月26日に、梶本艦長以下、ヤヨイ乗組員83名が救出された。 この頃になると連合軍の航空機の活動が活発になっておりスけ後特部隊の水上艦による救出は困難視された。そこで潜水艦による救出を行うことになり、10月3日に潜水艦1はグッドイナフ島に到着し部隊の傷病者を収容し、ついで1は大発ハ2隻を島に輸送した。部隊は追加の大発の到着を待っていたが、 10月23日に、島に連合軍が上陸して、戦闘になったので、翌24日に、ダイハツ2隻で、グッドイナフ島を離脱して、近くのウェレ島に渡り、ここでようやく残りの部隊は、軽準、天竜に収容された。消息不明になってから2ヶ月後のことであった。助ケゴ特部隊の消息が判明する前、捜索、連絡のために、 ラビの近くに20名の連絡員が派遣されたが、これも、消息不明になってしまい、帰還できないままとなった。グッドイナフ島から救出された、横須賀第五特別陸戦隊主力はブナに、駐留するが、11月のブナゴナの戦いにおいて、南海支隊ともども全滅することとなる。日本海軍の当時の連合艦隊参謀長であった、宇垣と少は、日記、 戦争力の中で、クレ三徳の司令と副官が部下を残して引き上げたことを非難するほか、次のように、敗因分析をしている。敵の防御がある飛行場を、陸戦隊で奪取できるとしたこと。ガダルカナル問題を持て余している時に、軽率に手をつけ、モレスビーと合わせ三方面に兵力を分散させたこと。 陸戦隊の素質が有料ではなくて30歳から35歳の王将兵が多く、忍耐力と攻撃精神が薄弱だったこと。その戦闘行動も適切ではなく、南北での動を果たせなかったこと。降雨が多く支部停止水虫に災いされ、また、天候不良のために飛行機の利用が思うようにできなかったこと。四項の水虫について、戦士総書は、 足痛として、次のように述べている。霊嶺の中を連日雨に濡れたまま行軍したためか、水虫によるものか、その他の細菌等によるものか、原因不明であるが足が腫れ、可能して、歩行困難となる。ラビの戦いで36人のオーストラリア兵が、日本軍の捕虜になったが、一人も生還せず、そのうちの相当数は、日本軍により処刑されたと考えられている。 また、戦闘期間中に少なくとも59人の民間人が日本軍に殺害されたと考えられている。歴史家のマーク・ジョンストンは、その後の戦いにおける、オーストラリア兵による日本兵捕虜への虐待、虐殺の原因になったと指摘している。ありがとうございます。